こんにちは、こんばんは。ゲーム動画でいこうです。ウィニングポスト9、2021ライブ配信始めていきましょう。2008年12月3週ということで、今週で、今回で2008年終了、2009年に突入いたします。はい、ということで、いつも通りツイッチで配信しております。ぜひツイッチのチャンネルと、ツイッチチャンネル登録、お願いいたします。ツイッチマイチャンネル、チャンネルサブスクライブドアンドチャットコメントプリーズ。2日後の29日21時頃に、YouTube でプレミア公開でアップロード予定です。ぜひ、YouTube でも今後ご覧ください。YouTube のチャンネル登録高評価もお願いいたします。YouTube マイアカウントをプリーズ、チャンネルサブスクライブド&グッドボタン、This live archive upload 2 days after。 旧 Twitter である X のアカウントを持っております。アカウントのフォロー、あとリポスト、いいねお願いいたします。ツイッター X マイアカウントフォロー&リポスト&グッドボタンプリーズ。はい、ではそうですね、香港カップ、あの世界に花、しっかり勝ちましたね。ちなみにヨーク、所有ヨークに一応足毛ちゃんはいるはずだよな。カレンちゃんが、しげちゃんか。あ、カレン、あ、でもちょっと待って、カレンちゃんだけか。あ、そうか、これ一応クラブの方の所有ヨークにもあしげちゃんがいたと思う。これかな、エアトゥーレ07があしげちゃんですね。あしげちゃんは絶対残すようにしときましょう。じゃあ行きましょう。兵庫ゴールドトロフィー天野ノートレ一番人気。クラブは凱旋ハンカチも出てますね。相当あのハンデ差があるな。ダイジェスト、ソーダ競馬場 JPN3 兵庫ゴールドトロフィーダート 1400m です。さあ直線に入りました。ここの直線は短い。天野のウトレ先頭。さあ富士のウェーブ一気に来た。残り 200m を通過して天野のウトレ伸びてきた。天野のウトレ先頭、天野のウトレ先頭、天野のウトレ先頭だ。天野のウトレ一着、2着にはどうやら富士のウェーブ、3着にドンクール。勝ったのは天野のウトレ。タンザナイトステークさん、オープン特別ですね。クラブバカ、ウィキマトゥーレとスリープレスナイトだ。懐かしいな、マチカミハヤテ。キングスベリー、ひとまずダイジェストで。4コーナーをカーブして、さあこれからです。スリープレスナイト先頭、しかしその差はわずか。ここが踏ん張りどころ。残り 200m を通過して、マチカネハヤテ先頭、マチカネハヤテですね。一気にマイネレーゼル、マチカネハヤテ、マチカネハヤテ1着、2着にはどうやらマイネレーゼル、3着にベルズフィアです。一番人気に応えました、マチカネハヤテ見事です。ちょっと待ってくださいね、なんかし、ベテルギウスステークス天野キャンキャン出走です。一番人気
桜さんを除いて全部20丸か。外枠が人気だよな。ダイジェストいきましょう。阪神オープン特別ベテルギウスステークスダート 1800m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。天野キャンキャン先頭、2馬身から3馬身引き離す。残り 200m、 後続は遥か後方、2番手はウォータクティクス、ね、後続は大きく離れ た完璧です。圧倒的な強さを見せました。2着はウォータクティクス、これは桁外れの強さだ。天野キャンキャン、さあ、朝日杯フューチュリティステークスです。2歳代表は決まります。天野ハニカミ登場、1番人気グリグリ、まあ、海外の G1 も勝ってますからね、負けられないところです。あ、クラボはいますか。これら人気がないんで大きく影響するところではないですよね。猫パンチが大逃げとなっております。ではレースいきましょう。2歳代表決定戦朝日杯フューチュリティステークス芝 1600m です。先週の牝馬の G1 に続き、今週は朝日杯フューチュリティステークスです。スピード、素質、そして完成度が問われるこのレース。ここを制して来年の春の主役に名乗りを上げるのはどの馬か。さあ最後は大外枠の星雲ワンダー。ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。ポンと飛び出したのは猫パンチ。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭に立ったのは猫パンチ。2番手はコバートターン。さらにはジョーカプチーノ、G1 馬、天野ハニカミ。その後ろ、先手を取ったのは猫パンチ。大きく離れました。レッドスパーダ、カフェクリエイター。それに続きます。アットジェセター。すぐ後ろ、凱旋星シーチブ。それに続いています。並んで1番、マイネルパリス。間が空いて、コアララピス。すぐ後ろにオリーブバンナー。さらには中山フェスタ、縦長になってますが、サンカルロ前の方にいますね。これはハイペースです。前の馬には厳しい展開です。さあ先頭はまだ漆黒の馬体猫パンチ、リードは6馬身ぐらいあります。猫パンチ一人旅、2番手はコバートターン。4コーナーをカーブして、さあこれからです。中山フェスタ先頭、内からぐんぐんと天野ハニカミ先頭、中山には踊り出たが、残り 200m を通過して天野ハニカミ余力は十分か。寄せ付けないですね、強いわこれ。2番手は中山フェスタ、天野ハニカミ今ゴールイン、段違いの強さです。2着は中山フェスタ、これが世界の実力だ。天野ハニカミ圧勝でした。さあ、これでウィニングランです。阪神競馬場、2連勝。さあ、最終週有馬記念、あと海外 G1 も3つあります。東京大賞典2頭出走です。中山フェスタか、あ、中山フェスタも強い馬でしたからね。さあ、そして有馬記念の展望です。夢のグランプリ G1 コース、トマドブログか、たまちゃん、お一騎打ち、ブログとたまちゃんの一騎打ち。他オーケンブルースリーも登場ですね。菊花賞馬、この辺もチャンスあるとは思います。誰、お、何か新しい展開がある？嫌です。
いいえ。誰かに渡さないってことです。わあ、赤字額がすごいね。伊坂さんだけやん、すごい買ってんのは。ミシアポロンって別に足毛羽じゃないからな。最上位スマートファラコン、ポープフルは、あ、凱旋シロプランは出てくるけど、あ、天野の登録忘れてしまったな。ドリーミングアマー、ああ、20億の差があるな。逆転できないよな。すごいね、もう圧倒的な差をつけてる。瞳ですね。支配率ミスプロとノーザンダンサーなんだ。サンデーサイレンスじゃなくてノーザンダンサーなんですね。あ、サン、ん、ね、アグネスタキオなんだ。ママノイチローも3位来てますからね。ママノトルネードも9位にいますし、なかなかじゃないでしょうか。ドンタコスが18位なんだ。まあ天野の馬が20頭中3頭入ってますからね。悪くないんじゃないでしょうか。じゃあちょっと競走馬ローテを決めましょう。ブエナビスタは岡賞か。まあ三冠狙えようと思ったら狙えるけどな。早めなんだな。まあとりあえず普通にシリーズレビューとか挑戦してからの方がでいいとは思いますが、ヒズレビューでもいいしな。アルテミス取ってるんだ。まあ惜しかったから別に焦ってフェアリー出すことはないと思いますけどね。海外な、でも海外行っても勝てないと思うんで普通に。海外経験を積ませましょう。うん、間違えた。クイーンカップか。まあ重賞取ってないんでこのまま取らせたいとこですね。
ブラックキャビアに行かせましょう。調子いいんだけど、まあでもこのままでドローはまだ一生なんで、一生クラスへ、うん、ラキスタがデビューは近い。ハニカミはオス馬か、てか取ってふんだからわざわざ新山に行く必要はない。西のポストホーフィーとか勝ってるからな。でも早熟ね、マイラーなんですよね。まあ NHK マイル出るとしてもそれ以外のレースはみんな、マイル戦出すしかないよな。このクラスは多分、あ、ここはかぶっちゃうしな。アイルランド1000ギニーとかか。これダートか。出せるレースは限られるんですよね。あとセントジェームスパレスとかだになっちゃうからな。まあとりあえず一周放牧で、ヒーローに任せましょう。これも重賞初制覇を狙います。ああ、なんだこれ、あ、3歳馬か。今5勝ですね。早く取らせたいです。短距離戦ですね基本は。ただ1200馬ではいるかな。ある日は3勝ですね。ひなバウアーもいます。ひなバウアーはまだ勝ってない。初 G1 制覇狙います。チャンスはありますね。スピードはあるんですよね。なんで調教方針、メンタル、ね、ループはクイーン賞取ってる覚醒なんで、まあこれからなんですけど、どうしよう。まあね、来月のここないんだ。で、ここも一周放牧。フェイトが金牌。これは予定されてたレースですかね、最初から。けど戦記ちょっと調子がない、今一歩だな。まあ、チッピングノート出ますんで。スマートファルコはマリブステークスに出走。オーケンブルースリーがアリマ。千の風か。調子は？ん？これは休ませないとダメってことだよな。ドバイターフまでレースに出せない？いや、それはどうかな。まあとはいえ13勝してますからね、そんなに無理にレースに出す必要はないです。まあ香港ゴールドカップは小泉がいる、ゲド戦記いる、サウジはダート、ジュベルハッターちょっと賞金が少ない。ハンザナイトなんか出せますね。あ、出せるけどここまで来るともうあれなんだ。あ、ハウルがいるんだ。まあとあると出せるレースっていうのは結構限られちゃうんだよな。
表、やっぱり出せるレースがないんだこれ。じゃあもう、このぐらいまでは休ませないとダメだな。香港ゴールドカップでいいのか。積み合ったもん1周ぐらい放牧させましょう。ハウルは休ませるわけにはいかない。ブログちょっと調子落ちますね。これはちょっと調子上げてやないとダメです。もうたくさんありますね。調子はどれがあるんだろう。いや究極仕上げはいらん。軽め調教で。まあ記念、あそっか、ブログ発祥してるから別にいらんよな。ブログのために使う必要はなかった。むしろ脳トレとかの基本能力を上げてやった方がいいですね。フューソナとか。フューソナはまあもう受賞してるのか。ちょっと疲れが心配だよな。無理ですね。ちょっとジュピターはいい調子です。アテネも疲れがな溜まってるよな。キンシャサってもう1年走らせられるんだっけ。2月1週までは休ませていいような。前走なんだっけ、香港スプリントか。あ、間違えた。キンシャサって何歳だ。5歳か。マツケンは引退するんじゃないかな。これは引退です。いや、ちょっと待って、人に閉じてって引退だよな。これはもう18勝上げてるんだ。でもまだまだ走れますが、どうするかだよな。引退させてやってもいいと思う。金引きにも同様ですよね。ただまあ引退しさないんで。あれ、あ、失敗したかも。シート以上ですね。さあ、これでいきますか。最終週ラブレアステークス刀春日一番人気。投手も溜まってます。119ですが、インディアンブレッシングが結構強いからな、安心はできないですね。
レース行きましょう、サンタアニタ競馬場 G1 ラブリアステークスダート 1400m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ブリリアントバハミアン、これは好スタート、綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくブリリアントバハミアン行きました。続いて前へ行くのはジュリエドレス、さらにはインディアンブレッシング、8番ストライクオフ、その後ろブリリアントバハミアン先手を取りました。間が空いてクロシェカタリナ、肩の春日、いい位置です。これに続くのがグッバイトラック、その外からハワイアンウエスト、これに続いてフィーナーエミーレ、並んで9番サッカーエクスポ、すぐ後ろにアメリカンアルポイズ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭は依然として G1 馬ブリリアントバハミアン、2番手はインディアンブレッシング、3番手に肩の春日、いいですね、肩の春日、絶好の手応え。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日米王者の争いだ。前が結構遠いな。インディアンブレッシング残り2メートル、させるのか、一気に後続がやってきた。詰まる、肩の春日必死に追います。頑張れ。あ、でも無理だ。先頭インディアンブレッシング詰まらないや。2着は肩の春日、3着にプラウドスペル、勝ったのはインディアンブレッシング、見事な勝利です。あら、ライバル前負けてしまった。マリブステークススマートファルコン1番人気120のイントゥーミスチーフが強敵です。ではレースいきましょう。サンタアニタ競馬場 G1 マリブステークスだと 1400m はいけんのかな。両対応だったような気も。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。ポンと飛び出したのはグランドニール、まあ、仲がいいスタート。サーティクレディター、この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくサーティクレディター行きました。続いて前へ行くのはジオポンティ、さらにはグランドニードルズ、7番デイトプール、その後ろ先手を取ったのはサーティクレディター、好位置をキープしています。スマートファルコン、その後ろからはナイスカーズ、内からはイントゥーミスチーフ、ギフトエニス、それに続きます。白の帽子リスクワルツ、その後ろこれに続いてコテージアンデス、その隣にアイシンアロング、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだ4番サーティクレディター、ここで先頭が入れ替わりました。スマートファルコン、サーティクレディター、2番手に控えました。最終コーナーをカーブして直線コースに入りました。日本と世界意地のぶつかり合いだ。あと 200m、 後続は遥か後方、スマートファルコン先頭です。これは勝ちましたね、強い。このまま押し切るか。2番手はイントゥーミスチーフ、スマートファルコン今ゴールイン、段違いの強さです。2着はイントゥーミスチーフ、3着にウィスクワルツ、世界の強豪を相手に見事な勝利を収めました。スマートファルコン、まさしく日本が世界に誇れる馬です。スピードはある。アメリカオークス、馬のイナバウアー登場、1番人気。ナバウアー110しかないから結構激戦だな、安心はできないですね。まあ前に行く馬そんなに多くないんで、展開的には多少有利かな。レース行きましょう。サンタアニタ競馬場 G1アメリカンオークス芝 2000m です。こちらアメリカのサンタアニタ競馬場から国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。
スタートしました。アンジュレガントレッド、これはいいスタートを切りました。あんまりいいスタートじゃないや。綺麗なスタートを切りました。ダッシュよくアンジュレガントレッド行きました。続いて前へ行くのはアスカンイブニング、さらにはスイータースピル、断然の一番人気アマノイーナバウアー、その後ろアンジュレガントレッド、先手を取りました。前に行けなかったな。間が空いてガイドテイスティー、その隣にストロベリーフレッジ、イースターストレンティア、そのうちに続いています。並んで4番ビートエンジェル、すぐ隣にスピードさえもう2番手上がってる。すぐ後ろ黄色の帽子プリティカリーナ、その後ろウィンキングビムレッジ、この馬もこのグループ、これに続くのがスリークオーバークオール、内からはネバーインテンシファー、各馬鮮やかな芝生の上をかけていきます。前の方からもう一度足毛の馬体アンジュレガントレッド、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、2番手に13番アマノイーナバウアー、大きく離れました。アスカンイブニング、すぐ後ろにスイータースピル、並んで10番ガイドテイスピー、内からはイースターストレンティア、その外にストロベリーフレッジ、ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。前はアンジュレガントレッド、ここで先頭が入れ替わりました。アマノイーナバウアー、さあ押し切れるか、2番手に控えました。後ろから来てますかね。もう最終コーナーをして直線コースに入りました。アマノイーナバウアー先頭、残り 200m を通過して、後続はまだ後ろ、2番手はウィンキングビムレッジ、アマノイーナバウアー、この馬で決まりか。アマノイーナバウアー1着、アマノイーナバウアー完勝、2着はウィンキングビムレッジ、3着にネバーインテンシファー、世界の強豪相手に見事な勝利を収めました。アマノイーナバウアー、まさしく日本が世界に誇れる馬です。アメリカンオークスイーナバウアー制しました。あ、これ初めての G1 馬ですね。初めての G1 制覇ですね。楽しみです。東京大賞典です。天の気持ちいい一番人気、ライバルはアジュティミツオキングスゾーンあたりでしょうか。前に行く馬多いですね。レース行きましょう。大井競馬場 JPN1 G1 東京大賞典ダート 2000m 年末の地方交流重賞ダート決定戦です。こちら大井競馬場から交流重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。アジュディミツオー、これはいいスタートを切りました。綺麗なスタートを切りました。予想通り先頭はアジュディミツオー、やっぱりライバルはアジュディミツオーですからね。さらにはグリーンオート、3番シーチャリオット、その後ろアジュディミツオー、先手を取りました。好位置をキープしています。天の気持ちいいタガノゲルニカ、すぐ後ろ内からはバイネルボーノット、さらにはキングスゾーン、その後ろにシンボリケール、この辺りで各馬第1コーナーに入っていきました。最後方にトップサバトン、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。9番アジュディミツオー、依然として先頭、リードは1馬身から2馬身、 G12 勝、天の気持ちいい2番手を追走しています。これに続くのがシーチャリオット、並んで2番グリーンオート、タガノゲルニカ、この馬もこのグループ、キングスゾーン、そのうちに続いています。その外にバイネルボーノット、青の帽子シャーベットトーン、その後ろすぐ後ろにトップサバトン、この辺りで各馬第3コーナーのカーブに入ります。前はアジュディミツオー、2番手は天の気持ちいいグリーンオート、いい3番手天の気持ちいい、これはいい位置につけています。後続も追い上げていきます。さあ先頭はアジュディミツオー、さあ直線に入りました。これからの勝負、アジュディミツオー先頭、粘りをするかな、天の気持ちいい、完成るかな、残り 200m を通過して、さあ先頭は今度は天の気持ちいい、先頭立ちましたね。アジュディミツオー天の気持ちいい、ちま1着天の気持ちいい完勝、2着はアジュディミツオー、3着にキングスゾーン、やはり中央の馬が強かった、勝ったのは天の気持ちいい。お、キザレベルアップ、まだ来年も働けんのかな、気持ちいいわ。そうですね、まだ来年もあります。さあ阪神カップです。刀を待つ剣引退レースとなります。一番人気クロブは凱旋キアイダーと凱旋愛知博も登場です。
初見グリグリですね。マイルチャンピオンシップ2着になっておりますが、ジョリーダンスなんかも出てます。さあダイジェストいきましょう。阪神 G2 阪神カップ芝 1400m 短距離戦、片野松健がこのレースをもって引退いたします。さあいよいよ直線の攻防、凱旋愛一博先頭、後続を引き離しにかかる。残り 200m 凱旋愛一博意地を見せる。一気に片野松健、片野松健かわす、片野松健ゴールイン。2着は凱旋愛一博、3着に凱旋キライダー片野松健、見事な勝利です。優勝日飾りましたね。ホープルステークスクラブバー出ますね。凱旋白プランが2番人気、当選上段が4番人気となっております。1番人気はロジユニバースか、リッチザクラウン。ダイジェストいきましょう。中山2歳 G1 ホープルステークス芝 2000m、 来年のクラシックにつながる重要なレースです。第4コーナーをカーブして、さあ直線コースに入りました。残り 200m、 一気に後続が襲いかかってきた。当選上段必死に追う、カバーを一気にちきります。2番手は当選上段ロジユニバース、1着2着は微妙です。ロジユニバース、1番人気に応える見事な G1 勝利です。さあそして有馬記念3頭出し、オーケンブルスイ9番人気だけど、天野玉ちゃん、天野ブログと1番人気2番人気を占めております。3番人気がライバルはディープスカイ、アイポッパーが4番人気ですね。年末に寂しいレースだな。本社本命は天野ブログか、玉ちゃんと接戦になってますね。アリアンスは母親天野玉ちゃんなんだ。お、なんかすごい収支がつきまくってる。2番人気以降戦法が選べます。オケムル3は先に行く戦法を取りましょう。ブログはどうするかな、まあ差しかな。では、レースです。年末決算の総一番有馬記念、中山芝 2500m です。果たしてどの馬が優勝するんでしょうか。いよいよ今年の G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠の天野ブログ、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。好スタートを決めたのは祭りだゴッホ、アイポッパー、この馬も好スタートを切りました。予想通り先頭は祭りだゴッホ、これに続くのがデルタブルース。
さらにはアイポッパー、菊花賞馬、オーケンブルースリー、その後ろ先手を取ったのは祭り田ゴッホ、好位置をキープしています。天野玉ちゃん、内からは名将サムソン、これに続いてエアシェイディ、並んで6番マイネルアリアンス。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過します。天野ブログ上がっていきました。ディープスカイすぐ後ろ、その隣に凱旋タラコ、ポップロック、それに続きます青の帽子ウォッカ、その後ろすぐ後ろにドリームジャーニー、その後ろにアドマイヤモナーク、最後方にスイフトカレント。この辺りで 1,2 コーナーの中間点を通過。先頭から最後方までおよそ20馬身、これは縦長の展開です。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。もう一度先頭に戻りましょう。1番祭り田ゴッホ、依然として先頭、2馬身から3馬身のリード、少し離れてデルタブルース続いています。これに続くのがアイポッパー、間が空いて天野ブログ、すぐ後ろにオーケンブルースリー、その外からマイネルアリアンス、その外に凱旋タラコ、一番人気の天野玉ちゃん、まもなく3コーナーですね。前は祭り田ゴッホ、2番手はデルタブルース、アイポッパー、3番手天野玉ちゃん、この位置から届くのか。後続集団も追い上げにかかります。さあ先頭は祭り田ゴッホ、間が空いてデルタブルース、間が空いてアイポッパー、内からはさあ直線は中山の直線は短い、大外か一気に伸びてきた。先頭残り 200m を通過して天野玉ちゃん、玉ちゃんだ。2番手は天野ブログ、天野玉ちゃん、この馬で決まりか。強いな天野玉ちゃん、1着、2着は天野ブログ、これが三冠馬だ天野玉ちゃん。さらに、勝ち星を積み上げました。1番人気天野玉ちゃん、ウィニングランです。まあ、7歳なんでもうこれで引退ですね。優秀の美を飾ったということになります。ブログ、オーケンブルースにはまだまだ頑張ってもらいたいとこです。七冠馬、オンライン対戦ってやってみる？1日10走走れるんですね。一番人気かファイヤーボールなんて馬がいますか。スパソーキなんか想像すごいですね。タマちゃんしか出ないんだ。このまま行きましょう。レースです。さあ、対戦、オンライン対戦レースの有馬記念です。天野タマちゃん、オンライン対戦では勝つことができるのでしょうか。G1 もこのレースで終わりを迎えます。今年1年ターフを沸かせたスターホースたちが冬枯れの中山競馬場に集結。さあ日本競馬の総決算、夢のグランプリ有馬記念の発走です。さあ最後は大外枠のメジロリランス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。勢いよく飛び出したのはイズマコンケスト、綺麗なスタートを切りました。ネイレウス前に行きそうです。イズマコンケスト、それに続いています。さらにはデビルルーズ、10番ゴライアス、その後ろデビルルーズ、先手を取りました。好位置をキープしています。天野玉ちゃん、並んで2番モレトラフィネス、その外からメジロリランス、ファイヤーボール、それに続いています。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過しています。アドミラルダナー上がっていきました。すぐ後ろにアメシスト、ミスターアマゾン、すぐ後ろその隣に翼オオキミ、ヘロドトス、そのうちに続いています。さらにはモーゼス、
赤の帽子初風、その後ろ最後方にブリザードボアジェ、この辺りで各馬第1コーナーをカーブして第2コーナーに向かいました。先頭から最後方までおよそ10馬身、よどみのない展開になりました。各馬がターフの上を駆け抜けていきます。前の方からもう一度見ていきましょう。山のたまちゃん3番メイレウス、レースを引っ張ります。リードは1馬身から2馬身、すぐ後ろにメジロリランス、その後ろにデビルルーズ、並んで10番ゴライアス、その後ろからはアドミラルダナー、並んで15番ミスターアマゾン、一番人気の天野たまちゃん中段につけています。ここで各馬第3コーナーのカーブに差し掛かりました。さあ先頭はまだもうちょっと前に行ってほしいが、2番手はメジロリランス、デビルルーズ、3番手天野たまちゃん、まだ来ない。この辺りで後続がぐんぐん追い上げていきます。さあ先頭はメレウス、離れてデビルルーズ、ちょっと上がっていき方が遅い気はするが、4コーナーをカーブして、さあこれからです。メレウス先頭、あーなんか伸びないな。通過してアドミラルダナー追い上げてきた。アドミラルダナー粘り込みを図ります。2番手はファイヤーボール、アドミラルダナー、ダメだ。1着、2着にはどうやらファイヤーボール、3着にブリザードボアジェ、アドミラルダナー見事このレースを制しました。評価点が甘くないな、初級者以外のレースは。なんだろうこれ、天皇賞春か。あ、2馬身2分の1か。天野まあ勝ちまくってますね。天野たまちゃんが天春と有馬と、真央椿が牝馬三冠、ディープスカイは春強かったですよね。あと天明を制してるのか。これはすごいよな。はい、お、ディープスカイが結構邪魔をした感じはあるよな。ビクトリアマイルはウォッカが制したか。ウォッカまだ4勝なんですよね。あ、これが初の G1 制覇なんだ。寿命はどうなんだ、大丈夫なのかな。うん、うん、おお、ちゃんと取りましたね今年も。ロジュニがちょっと気になりますが、ディープスカイか、取られちゃったな。お、なんかいろいろ撮ってますね。冬ソナとか金引きとか ダイワスカレットとか、カーリンかな。
あやっぱカーリンですよね。うん、アーノタワチャーが長距離バー取ってんだけど、どうなる？ベンバウンは短距離戦だかな、ザルカバとかかな。ニューアプローチか。クイーンズダービース、イースダービー。はい、サドラーズウェルズ系が出ましたね。ノーザンライから分離いたします。さあこれで、マツケンは引退だろう。それから瞳閉じてもう、引退。ジュピーターまだ頑張ってもらう。なんてか言ってる。充実してますねってのか。他加工気味の馬はもうないんだよな、見た感じは。アテネもまだ走れると思うんだけどな。2勝ですからね、まだ頑張ってもらいたいとこですが、で、たまちゃんが引退か。それからノートレは同等じゃない。冬ソナってどうなんだろう。冬ソナは10勝してますね。覚醒か。来年走らせる必要があるのかどうか。まあでも中距離戦、ダートの中距離戦線だったら冬ソナまだ魅力あるから、もう1年だけ走らせるか。じゃあ引退馬3頭だけだ。他まあ引退してる馬いますけどね。金の像、もちろん金の像です。19勝ですね、すごいな。父鹿島ウィングの正統産駒だろうな。まあ瞳閉じてですよね。もうカイタノとか引退するんだ。シーキングザゴールド、サドラーズウェールズ。あ、サドラーズウェールズは系統ができた途端に引退か。あ、魔の感じが引退ですね。あ、しゃあないですね。スゴターキーも引退か。サクラローレルも。うん、4頭。そうだ、あと天の桜だったな、引退した馬。西尾サムソンもか、引退か。フェクション系、トゥーザビクトリーがか、アマノダマちゃんもそうですね。このフェアリードールって相当有能ですよね。ってことは、アートレス、
ベリーダンスとかか。イングランディーレ、マイスーパーマン、ビフォーインダザマスク、お、スモールエナジー、天のアイマックや天のギアップ、サウンドはですね、カタノインゴッドの存在がやっぱりでかいな。いいえ、ラブズオンリーミーっていうのがいるんや。いいような気がする。買うか。いや、これはいらない。3頭ですかね。クラブは1頭か。デザートチルって主には緑となります。走りそうにないと思うけどな。ヒストリックスターはどうだろう。お守り金ですね、このお守り。あとはなんか産むな、ハープスターを産むのか。これはスタイル、スタイルをスーパーホース産みますね。サイチパンドラか、まあ、売りたくないな。まだライラプスとかかな。あ
あと2頭か。レディーブラッサムってだっけな、ロードからのは産んだのか。これ以上売らないかな。だとしたら売ってもいいかもしれないですね。ロードカラノアぐらいですね、シーツはね。スーパーホースは分からんけど、でももうリリーブラッサムいらないんじゃないかな。マヤポシスまだ13歳なんだ。キョエマーチか、どうかなこの辺は。あ、勝ちたいんやが、まあ頑張ってんのか。ロードアピールはちょっとやばいな、この状態は。ファストフレンドはカシミア、なんかパッとしないよな、ファストフレンドは。あ、凱旋ばっかりだな、これ。走りそうにないや、ハレアの物質。売ろうかな。リリーブラッサムはこれロードからのはもう産んじゃったんで、タイガーファームに行きますね。5頭売らないとダメです、こちらは。まあ何売ってもいいような気がしますけどね。あ、でもガンビットは結構順位上でもないか。まだスプリングスの方がいいぐらいだよな。3位だもんな。まあ売れないよな。これはダメだな、ダビスタは。オデッセイはまだわからん。ライスはもうダメだな。でも、ドセウスカイか。まだわからんけどな。プリウスはちょっと売りましょうか。あと2頭。
ディールあたりかな。全然種付けしてもらってない。あ、まあサイレントディールは引退したばっかりだからしゃあないけど、感じかな。うん。お、藤岡くんがデビューです。あ、デビューじゃない、フリーか。ちゃんは、わあ、何を選ぶかわからんな。カレンちゃんは持っとかないとダメだろうな。ちょっと待って、これは白い馬だ。白い馬をまずこれだ、エアトゥーレだ。エアトゥーレをまずクラブ入りして、でも売らないよな、この辺のはみんな。さあ、あ、そうだ、これポニョってこの年だったんだな、2008年。リーマンショック、そしてやっぱりリーマンショックにね。ああ、辛いなあ。浅田真央がなんかすごいね。はい、あなたとは違うんです。わからんなあ、じゃ。20世紀少年とか、洋画はインディ・ジョーンズなんだ、レッドクリフ。自分の証、血液型自分の証明書っていうのが売れるんだな。なんで「ハリー・ポッター」も相変わらず人気。夢を叶えるぞ、女性の品格。
漫画は、なるほどね。コードブレーカー。あ、でも連載開始だからな。あ、ジェロが新人賞取ってんだ。オスウマだよな。凱旋ジェロ、凱旋ジェロ。うん。では、そうだな。今、6頭もいるんだ。1頭売らないといけないんだ。ちゃんとルトゥーザイグローリーかな。でもアパパネとかもクラブに入れたいし、トゥーザイグローリーじゃないわ、ルーラーシップだ。ルーラーシップ、ビクトアールピサーかな。ビクトアールピサーもクラブ。とうとうラブミーちゃんあたりが外れるってことになるよな。いや、ラブミーちゃんも結構走るんだけどな。ラブミーちゃんやエーシアポロも。結構シーツバー持ちすぎたな。スーマか。あ、送り人がなんか送り人ですね、これは。うん、送り人でいいと思う。空手踊りってなんだ。天の送り人、天の送り人。入球。若い本田さんかな。好きですね。あれ、iPad ってもうこの時点で出てなかったっけ？ iPod か。ブルーレイ、パルク、ボールプレミア、プレミアムロース。
ああ、出てますね、やっぱ iPhone は。じゃあ、これやっぱり i モードだけに、あ、そっか、i モードだから携帯ではあるけど。プル関連がなければ、これで、いきますか。iPod で、iPhone で。天野 iPhone。で、森さんですね。はい。これで2頭。シュミアガーデンズって今年だったんですね。ブルーレイかな。天野ブルーレイ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 。菊川厩舎。プレミアムローストコーヒーとかすごいよな。江戸晴美ですね。天野宮、天野宮。清原さん。あと4頭。
ラブインちゃん売却はもったいないけどな。でも所持するとなるとカレンちゃんとルーラーシップしかないからな。ちょっと持ってられないよな。天野 Q ちゃんか。でも Q ちゃん正直微妙だよな。クロードアピールの方にするか。夢を叶えるぞ、何も言えねえ。あなたとは違うんです。ゲリラ豪雨はちょっと嫌だな。アラフォーってなんか男の言葉に思えるんだよな。トゥルース、風を向こうへは奇跡、羞恥心、そばにいるね。肩のそばにいるね。肩のそばにいるね。こっちかな。肩のそばにいるね。こうかな。肩のそばにいるね。肩のそばにいるね。あと3頭。玉のロンバケの1歳か。これはあらほうにするか。天のあらほう、天のあらほう、天のあらほう、天のあらほう。すごいな。あと2頭か。
マルノプシス。アマノトゥルース、アマノトゥルース。で、ミナイ、いや、ちょっと待った、ミナイさんもいいんだけど、もうちょっと若い人の方がいいな。ミナイさん50、でも50、もう永瀬。有賀さん。これであと1頭か。あれのプシス。マーチかな。ポニョ、ポニョだな。あとはもう、ポニョ。もう AKB ってこの頃にデビューしてたと、肩のポニョ、肩のポニョ思うけど、根本さん。これで、以上かな。マンファス、タニオシスターもクラウアかな。さあ、名前をつけないといけないけど。マリと子犬、ん？オス馬？オス馬か。海鮮いわくま、海鮮いわくま、
熊の穴。牝馬か。お、ゆっくりってここなん、ここから出てきてんな。パルクボール。20世紀少年か。凱旋マリコ犬。凱旋浅田真央、凱旋浅田真央。凱旋浅田真央、凱旋浅田真央。凱旋浅田真央。凱旋浅田真央、凱旋浅田真央。凱旋浅田真央、凱旋浅田真央。凱旋ゲリラーメン、凱旋ゲリラーメン。凱旋アナタトハ、凱旋アナタトハ。これ、和を和ってしなあかんのか。凱旋アナタトは、凱旋アナタトは、凱旋アナタトは、凱旋アナタトは。この方だな。凱旋あなたとは、凱旋あなたとは。
魔法にかけられてとか、魔法にかけられてってどんなんやったっけ、ケビン・ニーマン、ナルニア国物語とかあったよな、懐かしい。夢を叶えるぞとか、凱旋夢叶え、品格とか多すぎるよな。容疑者 X を消し、なんか聞いたことあるな。ルイ団子はファイナル。ダイヤモンドパール、ダイヤパールか。あとはレッドクリフぐらいか。クリフってなんだっけ、レッド石壁だよな、赤壁かな。じゃあ、いや普通に石壁でいいかも。じゃあな、凱旋石壁、凱旋石壁。タバサ東証。ハンコック。凱旋ナルニア、凱旋ナルニア、凱旋ナルニア、凱旋ナルニア。なんでこんな早いんだ。凱旋ナルニア、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 凱旋ナルニア。自動でいいや。高いよな、もう。
前ってこれから変えられないよな。まあ別にいいや。まあ1億、当然1億円。3頭だけか。イナバウアーが、まあ任せます。お、なんだ、結婚許さんとはならない。選択肢がない。選択肢がない。さすがに万作とさすがに結婚しないとダメだな。だいぶでも順次とか健康管理も、あ、間違えた。まあいいや。結婚させてあげようと思ったけど、あの操作ミスで やっちゃった。社メールが、もう勝ちたいんやってダートバーだな。うん、気持ちいいわ。3勝だからな。1002の2004か。あ、とりあえず一周放牧か。iPod は何勝かな ?12 勝か。でも大阪早前我慢するってあんまり良くないな。出勤稼ぐレースには出したいよな。島クラシックに出してあげよう。エビナでいい。主戦エビナだからエビナで行こう。ブログが2着。ブログ8勝だけどな。まあ。で、アミーゴが、アミーゴ調子落ちたのかな。マイルチャンピオン取ってるんだ。距離の上限が2200だからな。いや、これはあかんやろ。ピーターがいるから、ファウルか。チャクタは3勝ですね、現在のところ。チャクタこそマイル。ね、取らないとダメだな。
ジェット戦機がいいのか。小泉は11勝か。ハウルはリーチかかってますからね。スマートハロブ、いや、ここじゃないような気が。ここですね。今週は ちょっと調子がね、心配です。これで初自由勝か。軽いレースだったら出したいけどな。18番って結構軽くないレースだったような気がする。ある日は3勝。ハニカミって何勝だ。まだ2勝か。だから NHK マイルカップなんだ。神代にちょっとやっぱり成長力を上げておこう。クラブ馬は、あ、まだ買ってないが、あなたとは買い上がった。そんなバカな、いつもなんか奪われるな。あ、でもこれルーズ旅か。ボードがいます。ボードは買われてない。あ、そう、ジェロもいるんだ。マリコイのゆえかなりも売れてないな。トゥーザグローリーも12か。
ディープスカイ取られちゃったからな。まあこの週だけやっていきましょう。次へ中山金杯、カタノフェイトは6番人気です。でもクラブは凱旋ヘルシオが人気してますんで、これはレースダイジェストですが見ましょう。新元、東海ワイルド、カタノフェイトは先方選べますかね。先行策ダイジェスト、中山 G3日刊スポーツ賞、中山金杯、芝 2000m です。さあ直線に入りました。これからの勝負、東方アラン伸びないな。あと 200m、 東方アラン意地を見せる。2番手はアドマイヤコマンド、凱旋ヘルシオ差し切った。凱旋ヘルシオ、凱旋ヘルシオ1着、2着にはどうやら東方アラン、3着にアドマイヤコマンド、1番人気に応えました。凱旋ヘルシオ見事です。うん、よかったよかった。ヘルシは人気応えてくれました。さあ天の想定内が京都金杯出走、こちらは1番人気。優勝取りに行きたいところです。ダイジェストいきましょう。京都 G3 スポーツ日本賞、京都金杯、芝 1600m マイル戦です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。キャプテントゥーレ先頭、2馬身から3馬身のリード、あと 200m。 でも後ろすぎる。キャプテントゥーレ、メジロスウォード頑張れるか。キャプテントゥーレ先頭、2番手は凱旋サオダケイヤ、キャプテントゥーレゴールイン、2着にはどうやら凱旋サオダケイヤ、3着にメジロスウォード、見事に勝ちました。キャプテントゥーレ、クラブバー勝って所有馬負けてしまった。想定内7着、理由はわからない。さあ、天野ニコニコがデビュー戦です。グリグリですね。父天野オデッセイ、母天野ルーズ旅となっております。ダイジェストいきましょう。京都三歳新馬戦、芝 1600m、 天野ニコニコメイクデビューです。第4コーナーをカーブして、ね、さあ直線コースに入りました。天野ニコニコ先頭、先頭ですね。残り 200m、 後続はまだ後ろ、天野ニコニコ先頭です。引き離すのみ、このまま押し切るか。これは強い。天野ニコニコ、天野ニコニコ独走、天野ニコニコぶっちぎりです。2着はネイティブフロート、3着にシンボリシグナル、これは桁外れの強さだ。天野ニコニコ、そしてニューイヤーステークスです。1番人気ファリダットはクラブーバーです。2番人気凱旋ワンセグとともに、凱旋のダメは人気ないですね。ダイジェスト、中山オープン特別ニューイヤーステークス、芝 1600m です。4コーナーをカーブして、さあこれからです。凱旋ワンセグ先頭、あと 200m、 凱旋ワンセグ意地を見せる。2番手はファリダット、凱旋ワンセグ先頭、先頭は凱旋ワンセグ、1着でゴールフィニッシュ、2着はファリダット、3着に凱旋のダメ、見事に勝ちました。凱旋ワンセグ、ワンツースリーフィニッシュとなりました。なんだろう、お気になります。フランケルですよね、やっぱりこの中で言うと。
まあでも牝馬の方がいいよな。なんか走るのは分かってるんだけどな。フランケルすごいよな、この戦績。14戦14勝ですからね。14戦4勝、 G1 が 1,2,3,5,6,7,8,9,10 勝だってなるともうフランケル買うしかないじゃないですか。買いに行きましょう。まず型のフェイトですね。なんかパッとしなかった。まあでもまだオープン特別とかダートの方がいいのかもしれないよね。フローラステックス勝ってるんだけどな、どっちが向いてんのかな。2600か。こっちエンプレス杯出しときますか。ね、想定内もなんか負け方がひどいな。勝負根性も上がったけどな。京都記念じゃ距離長すぎるからな。これに出そう。アスラロ賞ですが、もう重賞取りに行ってもいいんじゃないかな。できれば 2000m クラス、あ、京成杯とかも勝負できるような。でもちょっと長いかな。まあでもアスラロ賞に出しましょう。これスマートアルコはぶつかっているローテが、あーなるほど、ん、あなるほど、ラキスタが問題なのか。これメーガ構成ばっかりちょっと特別争いするのは良くないな。藤岡俊介に乗せましょう。え、あー、ここも被るんか。経験は竹豊かし、岩田、
鈍感力の鈍感か。マンを買ったか。あ、アポードを買った。アポード白い馬なんだけどな。白い馬ばっかり買われていくな。はい、ということで今回ここまでとしたいと思います。見ていただいてありがとうございました。今回の配信ツイッチでお送りいたしました。ぜひツイッチアカウントフォローお願いいたします。プリーズマイツイッチアカウントフォロープリーズ。アーカイブ YouTube で2日後29日21時頃にアップロードいたします。プレミア公開いたします。ぜひYouTube、ご覧ください。 YouTube のチャンネル登録、動画の高評価もお願いいたします。 This Live Archive Upload My YouTube Channel Two Days After Premier Live My YouTube Channel チャンネルサブスクライブド and Good ボタンプリーズ。そして旧 Twitter である X のアカウントを持っております。ぜひアクセスお願いします。アカウントのフォロー、リポスト、いいねもお願いいたします。ツイッター X プリーズビジット&アカウントフォロープリーズ&リポスト&グッドボタンプリーズ。ということでウィニングポスト9/2021ライブ配信を統計いたしました。ご視聴いただきありがとうございました。ゲーム動画でいこうでした。